アサスグトリ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、10日目の朝ですね。何事も起きずに迎えた翌朝、朝ごはんを食べに向かった食堂では、トーカがこめかみを抑えるようにしていた。どうした？ああ、なんか頭痛いって言ってたね。あ、どうしたどうした？二日目か？未成年だし飲まないし、ここに酒はないわよ。いたたたた、怒ったら余計に。あれじゃない？低気圧の影響とか、私はあまり気にしたことはないんだけど。私も今まで気圧性になったことないんだけど。気象病ってやつですね。本来ちょっとした気圧変化程度では人体に影響は出ないはずなんですけど、敏感に感じ取って体調不良を起こす人がいるんすよね。へえ、私は大丈夫なタイプみたい。いつも元気だから。それは良かったですね。冷てえなぁ、怖えよ。エナさんはニコリともしないでそう言った。なんだろう、気のせいかな、まるで氷のような冷たい視線。ああ、そうそう、マチネちゃん、話があるっす。ちょっと書斎まで来てくれないっすか？え、別にいいけど、今日もひばりちゃんと探検するつもりだったんだけどな。マチネがこちらを見る。その目は申し訳ないと、懇願に伝えるかのようにしょぼくれていた。それなら私、話終わるまで書斎の外で待ってるよ。いえ、これは極めて個人的、プライベートのことなので、申し訳ないっすが、同行はご遠慮願いたいです。はあ、プライベート。うん、わかったけど。別に食い下がる理由もないので、おとなしく OK するけど、やっぱり昨日からエノさんの態度が引っかかる。何なんだろう、この変な感じは。じゃあ早速行きましょう。ああ、うん。そのままエノさんは町根と共に食堂を去っていく。私はその後ろ姿をじっと見つめるしかなくて。あの二人さ、気になんね？こっそり盗み聞きしちゃうしに行っちゃう？ダメだよ、カニンさん。エノさんは個人的な話だって言ってたし、本人が嫌がっていることをしちゃいけないと思う。でもあの様子見たっしょ。二人きりにしてたらその、殺人事件とかになったりしない？そうなったら犯人はすぐエノってことになるでしょ。エノはそんなバカじゃないと思うけど。そりゃそうなんだけどさ、やっぱり気になるな。あの、前に整理してた AV ルームのフィルムなんですけど、試写会をやろうと思うんです。よかったら皆さん映画を見てみませんか？すごいね、なんか、あんまりあれなのかな？他人の話とか興味ないのかな？ふずきはカリンさんの気をそらすよ。ああ、そうね。気を使ってくれてるんだよな。なあ、みんな。そうだね。あんまり気になんないのは俺の方だったのかな？あ、映画？何何？何やんの？ディテクティブクラブです。探偵が若い女の子から依頼を受けて事件解決に乗り出すという。ほー。有名なのかな？ああ、確かあれ。確か演劇界のスターがヒロイン役ですよね。いつか見てみたいと思ってたんですよ。すずも珍しく、ふずきの提案になる。この二人も仲はあまり良くなかったはずだけど、それを吹き飛ばす面白さなのかも。それはすごいな。仲は良くなかったはずとかいうレベルじゃないもんな。ちょっと古いけど話題になったし、往年の名作よね。いいわ、食べ終わったら、見に行きましょう。みんな知ってんだな、それ。そんな有名なのか。それぞれが食べ終わり、片付けを済ませると、困りを先頭に、ふずき、かりんさん、すず、とうか。それに、私といった構成で、みんなぞろぞろと AV ルームへ移動する。そうか、そうだったのか。何が？なんと、そうだったのか。かりんさんは随分とこの映画気に入ったみたいだ。まるで食い入るようにスクリーンを見つめている。そして私たちは映画を鑑賞し、楽しい時間を過ごすのだった。これこの状況で今どうなってるかがすげえ気になるな。大丈夫なのかな。いやー、まさか犯人があいつだったとはね。私はてっきり依頼人が犯人パターンと。
カーニーさん、映画館でそういうこと言ったら大変なことになるから気をつけてね。ま、そうだな、ネタバレだもんな。なんで？映画館の場合、今からその映画を見る人もいるから。あ、そっか、ネタバレは嫌だもんね。この前もさ、今やってる大河ドラマの話してたら、そいつらみんな死ぬよってネタバレさせて。大河ドラマで全員死ぬ展開あるか？あるのか？うちは俳優目当てで、見てたからダメージなかったけど、その俳優が死んで出なくなるのも嫌だろう。いや、大河ドラマはまあ歴史ものだからみんな現代では死んでるし。あ、そういうこと？そういうことなの？そういう意味の死ぬなの？カリンさんと話しながら部屋へ戻る。昼ご飯のアナウンスまでもう少し時間もあるし、部屋で休もうとしていたんだけど。けど？あ、マッチどうした？マチネ。そこでマチネと鉢合わせた。ああ、その様子だと、えのえのとなんかあったっしょ。探偵物の映画では全然ストーリーを察してなかったカニさんだけど、こういう変化を察するのは本当にうまくて。ううん、そんなことないよ。そんなことあるっての、うちを騙すのは100年早いよ。本当にないんだったら。いつになく強い口調。マチネがヒステリックな振る舞いをするなんて、今までなかった。戻した時を含めても記憶にない。マチネ、どうしたの？本当に変だよ。ひばりちゃんごめん。ちょっと疲れちゃったみたい。変なのもきっと休めば治るから。ほんとごめんね。何度もごめんと言いながら、マチネは自分の部屋と消えていった。今のごめんは本当に謝っていたわけではなくて、一人になりたいという言い訳だろうな。確かに具合は悪いんだろうけど、それはエノエノになんか言われたからなのか、状況的にそっちだと思うんだけど。ヒバリンはどう思う？カリンさんでもわからないことだし、私にはもっとわからないよ。マチネ大丈夫かな？でもあの様子じゃ、マチネ自身が他人と関わりたくなさそうにしてたし、助けの手を伸ばしても拒絶されてしまうだろう。ほんと、一体何があったんだろう。でもな、こういうのな、あんまり、な、なんだろう、ガッと行くとな、っていう、気はするよね。疑問に思いつつも、私は昼ご飯まで、自分の部屋でおとなしくして、マチネのことを考えるのだった。何を言われることがあるんだろうな。なんか、あるか。あ、今日の昼はカレーうどんすか？こっちは元気なんだけどなぁ。今まで麺類はあまり出なかったけど、カレーうどんなら伸びてもカレーを吸って美味しいもんね。ああ、そういうことか。なんかあれかい？向こうも結構、考えてきてるみたいな、そういうこと？昼ご飯のアナウンスがあって食堂に集まってきたみんな。ただカレーうどんって汁が服に跳ねやすいんですよね。ああ、それはそう。それはそう。えのさんなら何か対処方法知ってそうですけど、白衣にシミができない方法とか編み出してませんか？そう。どういう状態？いやー、そいつは難問っすね。だってもうそれこそ、なんか、食べ方みたいな。食べ方っていうか、もう、全部カレーを落として食うみたいな、そんなレベルしかないんじゃない？それでいいのかみたいなとこあるけどね。
白衣は脱いで食べればいいんじゃないの。あ、賢いね賢いね。エナさんはいつもの感じで戻ったように見える。私は町並みと話してないからかな。話してないからだなもうそれしかないよな。マチネがなぁ、もう、どへこみしてるのがなぁ。そこがなぁ、きついよなぁ。マチネがなんかやりかねなくない？今の状態だったら。何言われたらこうなんの？マチネ。ん？一方、マチネはさっき見た時よりもさらにひどい様子だった。元気がないところではなく、憔悴しきっている。何が？本当に何言われたの？ちょっと待ち、あんたどうしたの？さっきも死にそうだったけど、今はもっと死にそうじゃん。そうかな。そんなことないよ。笑ってごまかそうとしてるみたいだけど、その笑顔は明らかに引きずっていた。もしかしてさ、やっぱりエノエノに何か言われた？ううん、何も。マチネはふれふれと力なく首を横に振る。何もって。でもエナさんに呼び出されてからこうなったんだし、何かしらあったと考えるのが自然なんだけど。今日はカレーうどんか、ちょうどいいや。ちょっと食欲ないし。町田はお椀を手に取るとカレーうどんのスープだけすくって注いでいく。麺食べなくていいの？うん、噛むの疲れるし。いや、本当にどうしたんだよ。今までの町なら絶対言わなそうなことを口にして、スープだけを何とかするようにしている。ごちそうさまでした。そのまま食器を戻すのを忘れて立ち去ってしまった。なんか今の町、幽霊みたいだよ。町の見送りながらつぶやかれたカリンさんの言葉、それが妙に心へ残るのだった。ねえ、マチをあのままにしとくつもり？食事を終えて部屋にも戻ろうかと思っていたところで、カリンさんから声をかけられた。それは。私は口ごもる。もちろんほっとけないよ。でも具体的にどうすればいいか。わかんないなら本人に聞けばいいっしょ。マチのとこに聞きに行こう。確かに本人に聞くのが一番なんだろうけど、でもあの様子だと本当に体調が悪そうだし。うん。もう少し時間を置いて、マチの体調が良くなってから聞きに行った方がいいよ。そっか。そうだね。うちと一番いい、マチと一番、仲いいヒバリンの、うちよりマチのことを考えてるに決まってるよね。ごめんね、出過ぎたこと言って。両手合わせて謝ってくるカリンさん。私はそれを当然許した。カリンさんをマチネのことを心配してくれてるのはとても伝わってきたから気にしないで。だからさ、エノエノの方に事情を聞いてみるっていうのはどう？カリンさんを謝りながらペロッと舌を出している。謝ったと思ったら、この気怒りの速さが、カリンさんらしさなのかもしれない。別にいいけど、なんでそんなにマチネとエノさんの関係にこだわるの？そりゃあれっしょ。うちは名探偵カリンだからね。影響を受けやすいタイプだよ。午前中 AV ルームで鑑賞した映画に出てきた探偵。その決め台詞を引用している。あのえ？あ、びっくりした。押しちゃったのか。これね、L2 をさ、押すとさ、入るからさ、たまに当たるんだよね、L2。あの店物の映画に影響されたみたいだ。つうわけで行くっしょ、エノエノのとこ。はぁ、わかりました。カロンさんが下手に首を突っ込んで余計に面倒なことになったら大変だし、ストッパーにならなくちゃ。それに結局のところ、事情が知りたいのは私も同じだ。ここはカリンさんに付き合うことにするのだった。エノエノみっけ。エノさんは実験室で本を読んでいた。私が貸した日記ではない。あれはもういいのかな？ああ、カリンちゃんにひばりちゃんすか。自分をお探しで。
そう、お探しで。えのえのさ、町に何個したっしょ。それは確かにしたっすが、よくわかったっすね。そりゃそうよ、今のうちは名探偵モードだからね。どんな謎だってすっぱらかにしちゃうし。具体的に何をしたんですか？よかったら話してほしいんですけど。よくないっす。え？そら断るわな。プライベートの話って言ってたしな。まさか断られると思ってなくて言葉が続かない。プライベートのプライバシーに関わることなんで、黙秘権を行使させてもらうっす。プラプラ言って、プラスチックなんかなんだか知んないけど、そんじゃこっちは脅迫権を行使するし。どんな権利なんですかそれ。やっぱりついてきてよかった。カリンさんだけだったら余計に人悶着増えてそうだ。ああ、カリンちゃんの勢いには負けるっすよ。分かったっす。これはみんなには内緒っすよ。オッケー、約束ね。指切り現場でもする？すごい、すごいな、カリンちゃん。いいのかよ。その過程は省略させてくださいっす。個人的には、念書とワインの方が効力高いと思うんで。で、マチネちゃんについてっすが。何を言われてもいいように身構える。実は自分、マチネちゃんの秘密を PSI で知ってしまったっす。PSI で？マジで？私もカリンさんと同じリアクションだった。エナさんも PSI を使えるように。それ、どんな能力なんですか？申し訳ないですが、自衛のためにもその質問はお答えいたしかねるっす。エナさんの独特な口調にプラスされた丁寧語、完全に一線を引いて、こっから先は入ってくるなという強い意志を感じる。気になるけど隠しときたい気持ちもわかる。じゃない。ここは名探偵カリン。涙を飲んで諦めよう。諦めるなよ、名探偵。それじゃあ、町の秘密ってのは何ですか？それもノーコメントっす。ズバリと言い切られる。町でちゃんと誰にも話さないって約束したっすからね。疑惑の間、町でちゃんに強く当たってしまったんで、二人とも心配してるんだと思うっすが、自分と町でちゃんの間に起きた件については、もうすっきり、完全円満解決を迎えたっす。示談っすよ、示談。相手が憔悴しきってんだけど。エナさんの言葉は果たして信じられるのか、嘘をついている可能性はないか。解決したという割には、町田の方は調子が悪そうだったのが気になっていた。そっか、分かったよ。エナさんがそういうなら信じるよ。よく考えた結果、私はエナさんを信じることにした。理性的にはまだ知り合ったばかりだけど、私は何度もやりとりしてエナさんと交流している。エナさんは意味なく隠すようなことをしない。深夜に書斎に行ったことまで教えてくれるタイプだった。そのエノさんが隠すということなら、彼女の考えを尊重したい。マジで言ってんの？ヒバリになって気になるっしょ。気にならないと言えば嘘になるけど、当人同士で納得してんなら、ガイアがほじくり返すことはないと思う。本当に納得してるかわかんないし、肥料ご飯の時の街見たでしょ？あれ絶対普通じゃなかったよ。確かにさっきのマチエちゃんは憔悴してたっすね。でも本当に自分は無関係っすよ。しらばっくれても、名探偵カリンにはお見通しだっての。だから、しらばくれてるわけじゃ、ああ、もう参ったっすね。参ったなら何があったのか教えるし。はあ、ひばりちゃん、これなんとかならないっすか？残念ながら私にもどうも、本人が諦めるまで耐えるしかないかと。そうっすか、午後は読書と決めてたんすけどね。エナさんは何度目かのため息をつくと、顎で私に退出を促している。ここは自分に任せて、どっかに行ってくださいっす。自分は絶対口を割るつもりがないですし、見てるだけってのも、時間の無駄っすよ。はあ。絶対教えてもらうし。絶対言わないっす。楽しいな。確かにこのままやりとりを見ていても、あんまり有意義な時間の過ごし方とは言えなそうだった。私はやり合う二人から離れ、エノさんの勧めに従って、実験室を後にするのだった。なんだろうな。考えてることが分かるとか、そういう感じなのかな。でも、その感じで言うとさ、やっぱ、マチネが内通者とか、そういうことなのかな。一旦ここで区切ろうか。もう、夕飯だもんね。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。